どうも、虹の鹿島優です。演劇部所属です。あて、もうこんな時間か。おお、早くしねえと迎えが来るぞ。行っちゃうの？いや、でもそろそろ行かないと。お迎えって？あいつサボり魔だからな。演劇部の部長は直々に毎日来るんだよ。すげえぞ、演劇部のお迎えは。よく見てな。てくれ鹿島、遅れてんじゃねえよ。力技だから。バイオレンス。邪魔したな。ちょ歩けるから。そのまま腹筋でもしてろ。鹿島さん、放課後のケーキの約束どうしよう。泣かないで、必ず抜け出して迎えに行くよ。鹿島。鹿島くんってバカなの？お願い、千代ちゃんって美術部だったよね。ちょっと大道具の色塗り手伝ってくれないかな？いいけど、鹿島くん顔どうしたの？役者なのに。いや、初めは周りの女の子たちに手伝い頼んだんだけどね。はみ出しちゃった。しょうがない子だね。一緒に塗ろうか？鹿島くん、こぼしちゃった。にゃん、汚れちゃった。鹿島くん、ねえ、仕事増やしてどうする？で、私を殴った備品も壊れた。共倒れだね。ごめん、ちょっとそこの道具取ってくんない？ああ、もうちょっと。バスミスここでよかったですか？思いの通りよ。手伝わせて悪いな。部長の堀だ。大道具を担当している。大丈夫ですよ。面目ない。あれ、大道具ってことは先輩は劇には出ないんですか？ああ、前は出てたんだけど、今はこっちの方が好きだし。へえ。いやいや、堀ちゃん先輩は3年生までに背を伸ばして主役やるつもりだったんだよ。主役？うん、でも結局成長止まっちゃった悲しい人なんだよ。ね、鹿島くんはバカなの？いや、これでも学年上位なんだけどね。でも本当は先輩すごい演技が上手いんだよね。身長あればな。小さい人の役じゃダメなの？いや、下手に混ざると上手すぎて逆に浮くっていうか。そっか。あ、竹馬で身長補強とかどうだろう？竹の存在感半端ないよ。じゃあずっと馬に乗りっぱなしとか。競馬のジョッキーの話なら。あ、じゃあ私が持ち上げ続けるってのはどう？とりあえず今すぐ手を離して逃げて。女の子たちが喧嘩を。鹿島、堀ちゃん、鹿島くんを取り合った女子が階段を。なんだと鹿島、作り直しかい。いい加減にしろ、てめえ。ほら、鹿島、今はパーツなくなって。いつも待て、鹿島。おい、動きをすんな、こら。鹿島、鹿島くん、じっとしてて、先輩の邪魔。さくら、いいやつ。鹿島、それ終わるまで動くんじゃねえぞ。はいはい。あの、堀先輩ちょっといいですか？なんだ、さくら。その堀先輩ってブリーフなんですか？千代ちゃん。それは。まさかお前も。はい、履いてんの？いやー、ブリーフか。ブリーフですよね。おお、ブリーフだよな。下着一つでそこまで。でもそうか、先輩は下ネタ振るとあんなご機嫌になるんだな。なるほど。鹿島、なんだこりゃ、ぐちゃぐちゃじゃねえか。先輩のパンツってブリーフなんですか？せっからかよ！その、野崎くんは先輩へのお礼を体で放ってるだけなの！何そのただれた関係！なんてことだ、可愛い後輩の地位が危うい。え、鹿島くんいつ可愛がられてたの？だって、私にだけ部活のお迎え来るよ。鹿島くんしかサボらないからだよ。いつ
つもいい役が回ってくるよ。普通に実力だよ。そんな、てっきり私が先輩の一番だと思っていたのに。いや待て、もう一つ特別なことがあるじゃないか。先輩が躊躇なく殴るのは私だけだ。それ絶対行為じゃない。もう直接聞くよ部長。私と野崎どっちが可愛いですか。野崎。千代ちゃん。鹿島くん。でも私も野崎くんかな。慰めてよ。